今回はですね、考えるっていうのは一体何をやっているのかっていう話なんですよ。はい。ギルバート・ライル先生はイギリスの哲学者ですね。イギリス日常言語学派の代表的人物ということです。先生はですね、心身二言論を批判されてまして、つまり脳と心は同じものですよ、脳ですよっていう立場ですね。それでは早速ですが、今回は考えるとは何か、思考は言語 ソクラテスと少年、その他の話をさせていただきます。まず考えるというのは一体何なんでしょうか先生はですね、このように問うんですよ。ロダンの考える人は一体何を考えているのだろうかまずお断りしておきますが、今回取り上げている考えるというのはですね、特定の意見を所有していることではなく、思案していることを意味してまして、例えば、私はドナルド・トランプを素晴らしいリーダーだと考えている、 っていう時の考えるではないんですね。そうではなくて、トランプさんが本当に素晴らしいリーダーかどうかをあれこれと考える時の考えるのことなんですね。それでは次に、思考は言語ですが、よく思考は言語だと言われますね。これは本当のことでしょうか独白はもう一人との会話である。つまり私の一人ごとは私が私に向かって話しかけてるわけですよね。 注意しながら意図的に自分自身に対して何かを言っている人は、そのゆえに自分自身に対して言っている時に発している等の語訳で考えているっていうことなんですかね。先生の結論から言うとですね、必ずしも言葉と考えることがイコールではないっていうんですよね。例えばですね、数が数えれる小学生にですね、先生がこの教室の中にいる子供たちを数えてくださいと言ったとしますよ。 そうするとその子供はですね、1、2、3、4、5、6とか言って言いながら数えるわけですね。でもですね、子供の独白は誰かに、そして自分自身にすら聞かせる必要のないものであり、文字、6で何かを考えていたわけでもない。数えるという作業に熟達した人であれば、独白そのものが不要かもしれないって言われるんですよ。ということで、彼が口に出して言う数字、例えば6。 ということ自体は彼が行きたい場所に行き着くときにどうなればならない必要なステップに過ぎないっていうことになるんですね。それではもう少し複雑な思考を見てみましょう。そこらですが、奴隷の少年。この奴隷の少年は算数はできるんですよ。その少年にこう質問するんですよ。与えられた正方形の2倍の面積を持つ正方形を作るにはどうすればよいかと聞くんですね。 すると少年は少年なりに答えを出します。でも間違っているのでソクラテスはさらに質問をします。これを繰り返しているうちに少年は正しい答えを言うことができました。この時ソクラテスは少年に対して幾何学的な心理を一つも教えていない。彼はただ少年に質問し、その答えが間違っている場合にはさらなる質問によって間違いに気づかせるだけである。この場合の思考に必要なものは何でしょうか もちろんソクラテスの存在ですよね。それではソクラテスの何が必要だったのかというと、ソクラテスの中にあった幾何学の知識や技術ですよね。ということは、考えるということは、もともとある技術、知識に依存しているのか、それが前提になっているのか、というとそうでもないと先生は言われるんですよ。例えばですね、先ほどのソクラテスと少年の例ですが、 ソクラテスが再度ある証明問題を少年に出すんですよ。でもですね、今度はソクラテスは証明のための定理の後半部分をすっぽりと忘れたとしますよ。この状態で少年は答えを見つけることができるでしょうか先生はですね、できるって言うんですよ。それはソクラテスぐらいの幾何学の知識があったらある定理の後半部分を忘れていたとしても質問を繰り返しているうちに 答えにたどり着くだろうって言うんですよ。その状態というのは、かのピタゴラスの定理を証明しようとして、ピタゴラスが陥っていた状態に他ならないって言うんですよね。ここから先生が言わんとしていることは、完全な知識や技術を持っていなくても思考はできるぞと。で、しかもゴールにたどり着けるっていうことなんですね。つまり、一般に考える人は、 教師が生徒に自分の知っている事柄を教えるときに使用するような類の必ずしも成功するとは限らない方策や工夫などを自分自身に対して暫定的、実験的、会議的に試しているって言われるんですよ。ということで考えるというのは言語そのものでもないし、技術知識そのものでもない。 語、文、図、信号、身振りなどを駆使した活動であって、ゴールに向かって進む歩みであり、試みであるっていうことなんですね。ただですね、先生が説明できない考えるっていう活動が一つありまして、それはですね、ひらめきなんですよ。思考の階段を何段か飛ばすようなひらめきっていうものは説明できなかったんですよ。ということで今回は、 ギルバートライル先生の「考えるとは何をすること?」の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。